詳しくないよと考えている方、まあ、それでもいいんです。ですが、なんか NHK って嫌いだなとか、アニメ、漫画、ゲームの表現規制とかが嫌だなと思われる方、もし同じ考えをお持ちの方は、ぜひ靴沢良治に投票してください。投票権があるのは東京都民の方だけです。ですが、東京都民ではない選挙権がない方でも、お知り合いの東京都民にぜひとも靴沢良治という素晴らしい方がいるよと、そう拡散してください。この靴沢良治が国会に行ったら、おそらくですね、岸田総理が聞き耳をお持ちの総理大臣です。その岸田総理の右耳に、もうこうした方がいいよとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、これはちょっとやめた方がいいよとか、そういうふうに、右側から先導してもらう立場にいけると思います。どうも岸田総理は財務省のことばかりを聞きすぎて、日本の舵取りを少し危ぶんでいるのかなと正直思います。ですが、日本の国益を考えている議員さん、そしてこの靴沢良治、この人たちが、協力して岸田総理の右耳に大きく、そしてリアリスティックに誘導して日本の国益を、追求していただきたいなと思います。では次の電子に変わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。でこの、物価対策、経済対策、なぜ必要かというと、まあ、一番簡単に言いますと、日本人が昔より貧乏になっているからということになると思いますが、その貧乏になぜ、なぜ貧乏になったのか、それと同時に、その貧乏になった日本の国会になぜ靴沢良治が必要なのか、そんなことを話させていただければというふうに思います。まずですね、日本が貧乏になった理由、簡単です。税金取りすぎです。でその税金を取っている大元締め、いや税金をもっと取りたいと思っている省庁、日本に1箇所おられます。言わずと知れた財務省ですね。ではなぜその財務省が、どんなことをやってきたのか、それも少しお話しさせていただきたいと思います。昔ですね、道路特定財源と言われる財源がありました。これは国土省、今の国土交通省の前にあたる省庁なんですけれども、ここが管理していた税金です。主にですね、ガソリン税、それから道路の通行料、そういったものが財源となっておりまして、実はこの国土省がその財源をもとに道路の補修をしたり、あるいは、道路の建設計画を立てたり、結構長期にわたってそういう予算が組める、そういった財源でした。ところがですね、道路特定財源、財務省が実は欲しがっておりました。その時に財務省が仕掛けたこと、何かと言いますと、
当時の国土交通省のスキャンダルです。やれ国土交通省にはマッサージチェアがあるだろう、職員が、旅行に行くためにお金を使っていただろう、そういったことをですね、マスコミ、今のテレビ、特に当時はワイドショーがとても、視聴率が高かった時期でありますので、そっちにですね、リンクをいたしまして、で、国民にですね、国土交通省は無駄遣いをしすぎだという世論を形成させました。これは財務省が仕組んだことであります。その結果、道路国会と言われた2008年の通常国会におきまして、この道路特定条件というのを財務省が発信取りました。最初からかすめ取ることが目的で、ああいう世論工作を仕掛けるのが財務省という省庁であります。この結果がどうだったかというと、一般財源というところに、道路の特定財源が組み込まれまして、国土交通省は自分の省庁で道路計画というものを作れなくなりました。つまり何が起こったかというと、国土交通省は財務省に頭を下げて道路を作らせてください、こういうふうになるように、自分たちの権力と同時にお金も持っていく、そういう悪辣なことをしたのが財務省であります。これは全て事実です。今まで日本に起こった単なる事実です。で、ここでじゃあなぜ津川良次なのかということなんですが、こちらは政策的にも減税その他いろいろなことで、財務省の嫌なことをやっていきたいという政策を掲げている、こちらも事実ではございますが、何よりもですね、この津田良次、前職は、豊島区の、区議会議員でありました。この時にですね、実は、懲罰動議にかけられるような、ちょっといろいろなことが実はあったんですけれども、その懲罰動議にもその完全と立ち向かってですね、正しいことは正しい、私の主張は曲げない、そういった信念でもってこの、懲罰動議を退けました。つまり嫌がらせをされても、自分が不利な状況に立たされても完全と立ち向かう、そういう気合い、根性、そして精神力、体力、そういったものが全て持っているのがこの津川良次であります。いるがって今の財務省に牛耳られた、岸田政権ですね、岸田首相が、親戚の方が財務省の関係者でありましたりとか、岸田首相の周り、政策提言をする人がほぼ全て財務省で固められております。したがって財務省に不利なことは一切しません。いろいろなことが検討すると言って検討しというあだ名までついておりますが、なぜか消費減税に関しては即答でいたしませんと言っております。こんな状態で財務省に立ち向かうこと、不可能ですよね。そうなんです。ですので、ここでですね、津田良次を国会に押し上げていただいて、文句を言えない岸田首相の代わりに財務省と喧嘩をして、国民の皆さんにもう一度ですね、いろんなものを取り戻していただきたい、そういうふうに私たちは考えているのであります。この財務省やってますことは、国民から税金を取って、それで自分たちで差配をしたい、自分たちがお金の使い道を全部支配をしたい、そういう考えで、私たちから税金を取ろうとしております。今後ですね、このあと、参議院選挙が終わりますと3年ほど選挙は予定されておりません。
衆議院の解散がなければ次の選挙は3年後というわけで黄金の3年間とか言われております。この間に予想されることが外務省に牛耳られた岸田政権がやりそうなこと、まず考えられるのは増税です。消費増税でもそうですが、コロナ復興税とか、あとは電力税とか、いろんなこと、防衛税でなくてことも考えられます。こういうことをさせないためには菅良純国会に申し上げていただいて、ぜひぜひ、国民の皆様のために外務省の支配から逃れる、こういった政策転換をしていただきたいというふうに考えております。政策などは、詳しく YouTube あるいは Twitter などで、今日はどんどん流しておりますので、ご興味を持たれました方はこちらをご覧いただいて、これはサムライできるという方で、東京都民の皆様、東京都選挙区から出馬しておりますので、あるいは東京都にお知り合いの皆様、お知り合いがいらっしゃる皆様、ぜひ出馬をご紹介いただきまして、皆さんの一票をいただきたいというふうに考えております。私からは以上です。次の選手に交代いたします。はい、品川ご通常の皆様、日本改革党、日本改革党、筒井亮次の応援演説をさせていただきます。私は日本改革党の浦安支部、相良信之と申します。日本改革党では改革党という名の通り、利権を貪る政治家、そして官僚、そしてそれに伴って日本人を貶めようとするメディア、これに対して日本改革党は改革をしなければいけないということで活動をしております。かつて官僚は素晴らしい愛国士がたくさんいました。例えば昔の内務省、今の国土交通省といって、いつも公明党が実権を握っているあの国土交通省、利権を貪る代表的な市長でございますけれども、かつて外務省にいた失礼しました。かつて外務省に勤めていた古市浩二という先生がいます。この先生は土木工学の大家として現在もこの道では知る人ぞ知る先生なんですけども、官僚が今の農工大の学長代学長になった人です。この古市浩二先生が日本の国費でフランスに土木工学を勉強しに行った時に、あまりにも寝食を忘れて勉強に没頭するので、そこの下宿屋のおかみさんが、フランス人のおかみさんが、少しは休んで少しはご飯を食べてしないと死んじゃうよというふうに伝えたそうです。そうするとその、今の官僚、国土交通省から派遣されていたその古市浩二先生は何と答えたかというと、私が一日休むと日本が一日遅れると、この古市浩二先生はかつて国のお金で、内務省の予算でですね、
フランスの土木工学を学ぶためにフランスに留学して、その時に人徳を忘れて勉強に没頭するその姿を見て、ここの下宿屋のおかみさんがあまりにも寝食を忘れて勉強に没頭するからこのままじゃ死んじゃうよと、少しは休みなさい、少しはいいご飯を食べなさいと言ったそうです。そしたらこの関連のフリッチ先生は、私が一日休むと日本が一日遅れますとおっしゃったそうです。これが官僚なんですよ。これが本来の官僚で、昔日本人は官僚のことをおかみと言ってました。今じゃ考えられないことかもしれませんけども、そのように尊敬されてた存在というのは、こういうですね、偉大な先生、その存在があったことこそ なったことだと思います。じゃあ今はどうなんですかという話なんですよ。例えばですね、学校で私たちはいろんなことを勉強しますけれども、昔は週休2日学制なんてなかった、たくさん勉強したわけですよ。そうするとヨーロッパやアメリカの人たちはどう思ったか、俺たちはそんなに勉強できない、ついていけないから、お前らも俺たちに合わせろよということになるわけです。そうすると日本のバカな官僚たち、政治家が、ああ分かった分かったと、私たちのレベルを下げるために自由研究生にしたり、そして勉強の質を落としてわざわざ自分教育などの名前でですね、勉強をできないようにしたわけです。また品川のお客、通行通のお客様、サラリーマンの方多いと思いますけれども、私が若い頃、まだバブルの時だったけども、昔コマーシャルでですね、昔コマーシャルで24時間働けますかなんていうコマーシャルがありました。リゲインのコマーシャルですね。みんな必死に働いてたんです、日本人は。それをですね、他の国の人たちは、俺たちにはそんな真似できないから、そんなに働くことできないから、日本人は週休2日制にしろと、そしてあんまり働くなと、俺たちのように昼休みを2時間も3時間も取って、夏休みのバカンスには1ヶ月2ヶ月休みを取って、俺たちの働き方に合わせろよということで、日本人は働かなくなりました。そして今の私たちはどうなったでしょうか。かつては繊維産業が日本の輸出産業であり、そして白物家電に移り、そして半導体に移り、造船にも移り、すべての業種、先進的な技術で日本はトップレベルを走っておりました。ところが子供たちには勉強するな、ましてや子供たちには金太郎を目を切ったように、どこの誰でも同じようになれと、つまり先生の言うことを聞いて物事を作らない子供たちがいい生徒なんだということで、私たちは洗脳され、教育水準を落とされ、昔は数学でも理科でも世界のトップだった学歴が今では3位にも入ってないんですよ。そしてサラリーマンの皆さん、皆さんの先輩の先輩ぐらいの人は、それこそ会社のために一生懸命働き、そして会社は皆さんのことを一生面倒見た、新入社員は会社でいろんな勉強させてもらい、そして会社のために
一生懸命また恩返しで働いていった、そういうですね繰り返しが日本の強さだったはずなんです。ところが外国からお前らは働きすぎだと、やり方を改めろ、お前らの商習慣はグローバル化には向いてないからやめろと、こんなことをされながらいろんな業種で日本はトップを奪われ、他の国が給料を20年で2倍3倍にしているのに、私たち日本人の給料は全く変わらない。例えば初任給が20年前は15万から20万、私が大学生だった時にも手取りで15万ぐらいだったんですから、ということは20年30年給料変わらない。それに対して20年30年前同じぐらいの給料だったアメリカは今初任給が多分40万50万、ヨーロッパでは60万70万と、こんだけ差があるんですよ皆さん。わかります？初任給ですよ、初任給が外国が50万になってるのに日本だけ変わらずに20万なんですよ。今まで私たちの公表してきた自分の政党は一体私たちに何をしてくれたんですか？私たちは何か恩恵を受けましたか？挙句の果てに国民は何も考えるなと、何だったら投票にも行かなくていいから俺たちの言うことだけ聞いて税金だけ納めろと、そういうような政治を今までやられて、私たちは目を覚ます今しかない時に騙され続けちゃダメなんですよということなんです。靴沢良二が言うのはこういう日本の閉塞感を打破して、靴沢良二が言うのはこういう日本の閉塞感を打破してみんなで幸せになりましょうということなんです。ここで外国人は入っていません。なんで外国人も一緒に生活保護を受け、そして国民健康保険をすぐに加入できて、犯罪を犯して退去命令が出た外国人が俺は難民だと言えばいつまでも何回でも日本にいられる、こういうことを許しちゃダメなんですよ皆さん。そろそろ目を覚ましてください。既存の政党に票を入れても50年変わらないんですから。新しい改革を起こす政党に靴沢良二に投票してください。そこの角に立ってるのは本人靴沢良二でございますけども、顔を見てください。嘘つきません。もし嘘ついて自分の利権のために行動したならば私が腹を切らせます。腹を切らして私も腹を切ります。そういう覚悟なんです。政治家は国会議員は国民のために死んでこそ価値がある、国民のために死んでこそ根がつくものである。靴沢良二がお見せします。ありがとうございました。それでは覚悟を決めた男の演説に変わりたいと思います。